ねぎしともやまねぎしともやま明治23年12月3日は、三風老し組大使、庄内藩新長組取締役、本名、ともなえな号はともやま、意味川信介、北進一刀流新部署、文化六年、号のねぎしの部屋の長男として、武蔵国大里軍鉱山村に生まれる。剣術は、千葉修作に学んだ。その後自宅で、 剣術や学問を教えたりしていた。文久三年、将軍、徳川家持上落に伴い、江戸幕府によって組織された老仕組に参加。近藤勇芹沢か村らと共に、京都に残る。その後、遠藤上安、清水五十一らと共に、伊勢三景を理由に、身風老仕組を脱走して、江戸に戻り、同年5月19日に、 省内藩新長組取締役に就任するがすぐに退任。以後は倒幕の意思を固めた。蕎麦、伏見の戦いで旧幕府軍が負けると盛大に祝ったという。明治元年、勤労論を説く著書、と結論を刊行。著書中で当時処刑に対して同情を集めていた近藤勇を思い切り批判する。明治23年12月3日死亡。 去年82、墓は、兜山共同墓地にある、大里商工会による、とも山祭りが行われている。ありがとうございます。